さんこんにちは、しなたんです。今回はメイベリンから9月11日に発売したボリュームエクスプレスマグナムビッグショットというマスカラを購入してきたので、それをレビューしたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでこのメイベリンの新しく出たマスカラをレビューしていくんですけど、私いつもマスカラを上下塗ってるので、すごくマスカラの減りが早くっていろんなマスカラを試してるんですけど、メイベリンってやっぱりマスカラでも有名なので、ちょっといいのかなと思ってこの新作を買ってきました。ちなみにこのマスカラの値段は1300円プラス税です。でこのマスカラ、ボリュームタイプのマスカラになるんですけど、ビッグショットブラシって言って、ブラシの広い面にしっかりマスカラ液を含ませれるから、ひと塗りでまつげをボリュームアップしてくれるそうです。さらにちょっと細い面もあるみたいで、この面で根元からまつげを立ち上げるように塗ると綺麗なカールのまつげにしてくれるそうです。さらにまつげをふっくら濃く見せる独自のフォーミュラを採用してるらしいです。さらに長時間にじまないのにお湯で落ちるフィルムタイプになっています。では早速開けていきます。はい、中はこんな感じで黄色のメタリックなデザインになってて、メイベリンっぽいですよね。こういう形とかこういう色使いとかすごく可愛いです。ブラシはこんな感じになってます。ボリュームタイプっていうことだけあって、すごいブラシが太くなっています。もうそんなにカーブされてるとかはなく、結構まっすぐになってるタイプのブラシになってます。ではちょっとまつげを上げて塗っていきます。はい、今こんな感じで両面上下とも塗ってみました。私は正直に言うとあんまり良くなかったかなと思います。なんかブラシが太いのもあってか、すごく塗りにくかったです。特に下まつげはすごく塗るのが難しいなと思いました。あと最初だからかどうかわかんないんですけど、すっごくついてきてしまって、液がドバッとついてしまうので、そこがちょっと残念だなと思いました。あと私普段ケイトのマスカラ下地を使っているんですけど、それがないとビューラーをしてからマスカラを塗ってもすぐまつげが下がってしまうんですけど、このメイベリンのビッグショットもカールケープ力があるって書いてあったんですけど、ちょっとそれはあんまり感じられなかったかなと思います。塗った瞬間に結構すぐ下がってきてしまって、やっぱりケイトのマスカラ下地が必要だなと思います。やっぱりボリュームタイプってだけあって、ボリュームは結構出るような気がします。マスカラ乾いてから二度塗りする方もいると思うんですけど、二度塗りの必要はないかなと思います。本当にすっごく濃いマスカラが好みな方は多分いいんじゃないかなとは思います。お湯で落ちるのもすごいいいなと思いました。はい、今回はこんな感じでメイベリンの新作のビッグショットマスカラをレビューしてみました。私は今回ちょっと良くないかなと思ったんですけど、まあ、個人差とかもあると思うので、いろんな YouTuber さんの動画を見ながら参考にしてみてください。またマスカラはこれっていうものが見つかれば、それも随時みんなとシェアしていければなと思っています。少しでも参考になったなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画見てくれると嬉しいです。では、バイバーイ。